午後3時過ぎの大竹市に来ています。強い日差しのせいで目を開けるのもやっとの状態です。この暑さのせいでしょうか、街を歩く人の姿は見られません。今日も県内は危険な暑さとなりました。大竹市では朝から気温がぐんぐんと上がり、最高気温は今年最高の 37.8 度、まさに体温を超える暑さとなりました。大竹市が 37.8 度らしいんです。あ、そうですか。体温、もう人間の体温と一緒ですね。体温超えてますね。いや、もう暑いです。本当に暑いです。買い物に出てないぐらい暑い。帰ったら水風呂入る。安芸太田町掛で 36.1 度、広島市中区では 35.5 度を観測するなど、県内5地点で猛暑日となりました。この暑さにカラスもたまらず水遊びです。中区の平和公園には猛暑の中でも多くの観光客の姿が見られました。今日の暑さいかがですか？もう暑いです。本当に暑くて暑くて、もう水分もいっぱい取らないといけないぐらい。8月6日の平和記念式典の会場では新たな対策も。原爆の日を前に設営が進む平和公園です。式典会場にはこのように天幕が張られ、日差しを遮られるようになっています。日陰に入ると少し涼しく感じます。暑さがこうかなり緩い、そういう感じがしますよ。全然体感温度が違います。、うん、直射日光じゃないだけでだいぶいいです。119番通報を受ける広島市消防の指令室では、この時期多くなるのが熱中症に関する通報です。動けないって感じなんですかね。熱中症っぽい。ああで、迷ったかなんかで1時間ほどうるついとられたとかですね。エアコンを切れてるんですね。切断 で、はい、で部屋がかなり暑かったんですね。県内には熱中症警戒アラートが発表され、道に迷った75歳の男性が動けなくなったり、屋外の鉄塔で作業員が気分が悪くなったりしたという通報がありました。119番通報は熱中症など暑くなると増加し、昨日は今月で一番多く258件でした。市の消防は熱中症に対応するため、救急車を41台から8台増やしています。気温もかなり暑くなってきていますし、最近は熱中症に関する通報内容がかなり増えていると思います。暑い中の活動であれば、万全に対策を取っていただいて。異例の猛暑に薬局でも対策が進められています。今年から運用が始まった熱中症特別警戒アラートが発表されると、シェルターとして開放されます。飲料水や冷却シートなどが販売され、暑さをしのぐことができます。関係なく使っていただけたらなと思いますし、まあ、こう脱水症状とか日常的にこう気になることがあれば、いつでも相談する場所になれればなと思っております。県内は明日も危険な暑さが予想され、厳重な警戒が必要となります。危険な暑さが続いています。体に応えますよね。阿部さん、これ毎日気をつけていかなければなりません。はい、ですね。あの野球選手とかもね、グラウンドでああやってユニフォーム着て、結構ね、はい、長袖だって長ズボンでかなり暑いんですけど、はい、これまあ帽子かぶったりとか水分補給こまめにとかして、やっぱ対策を取ってるので、まあ、いろんな便利なグッズもあるので、そういうのも活用しながら熱中症対策していかないといけないです ね。皆さんも十分意識されていると思いますが、明日以降もしっかりと対策していきましょう。